ちょっと。ねえ、ちょっと。なんじゃ。あれ、例の有名人じゃないん？有名人？どれが？あそこ。なんじゃ、村田んとこの肖像か。やっぱり例の売れっ子作家先生じゃろ。作家先生言うたってポルノじみた話ばっかり書いとるらしいで。本屋のばあさんがよう怒っとる。村田の本なんか島の恥じゃ、うちゃおかん言うての。あれも東京じゃ派手に遊び暮らしとったらしいがの。10年前、なんか知らんが急に島に戻ってきよった。ほんじゃが島の人間とは一切付き合おうとせんし、神さんも子供もらんけんの。売れっ子作家言うたって所詮は孤独な年寄りよ。哀れなもんじゃの。島を出るのは10年ぶりだ。10年ぶりの飛行機。10年ぶりの東京。で、花が一寸じゃん。ではバラなんかいかがでしょう。何でもいい。ガサッとさ。ええ。ガサッとさ。これで間に合う。ああ。じゃあとゴージャスな感じでお作りしますね。花なんか久しく買わんから。さっぱり値段がわからん。若い女の見舞いは何年ぶりじゃろうな。会うてくれるだろうか俺に。最初は実に気に食わなかった。ああ、村田先生でいらっしゃいますか。まずこのあーが気に食わなかった。早漏出版の織見と申します。俺ほどの大作家を前にして、アートはなんだ。アートは。突然申し訳ございません。今日は弊社の伊藤に急用が入りまして、代わりに原稿をいただきに参りました。急用？はい。何の急用だ。首の骨でも折れたか。は？それとも神さんでも死んだのか。俺の原稿を取りに来れるんだから、よほどの大事なんだろう。伊藤が来れないから代わりに来たわ。
俺は宅配便に荷物を預けるわけじゃねえんだから。まず伊藤の首は折れておりません。それから伊藤の妻。帰れ、さっさと東京帰って編集長に言え。俺の原稿は伊藤にしか渡さああ、もう行きなさい。切ってるぞ。真剣な使いよこしやがって。ふざけんじゃないよ。はい、ほぼ門前払いという形で。何やってんだよ、島まで行っといて。あのじいさんの偏屈ぶりはな、編集者なら誰でも知ってんの。今さら何言ってんだよ、それじゃガキの使いじゃねえか。確かに私の力不足でもありますが、でも先生も実に大人げないことあようで。どうすんだよ入校はさ、まあ、とりあえず早く帰ってこい。いや、本土への船は1日2便ですので。なんだ、じゃあまだ島でふらついてんのか。どうしてお前はいつもそうなんだよ。いつ島から出るんだ。あと5時間ほど待つことに。じゃあお前こっちに帰ってくの。私を責められましても船の都合ですから。なんだありゃ。1130円ですね。おい、この前な、甘夏が1個傷んどったのと、ナスが1本蒸し食うとった。だから甘夏100円とナスが80円、合計180円、そっから引いとけ。先生、うちも小さい店じゃけ、あんまりそう細かいこと言われても。何言わんの、大きかろうが小さかろうが商品に責任持つのが店っちもんじゃ。あよ、引けや、引いたらいいんじゃよな。950円ですね。お姉ちゃんは？ん？東京のお姉ちゃん今度いつ来る？あんた何言うる？海のとこ竜描いてくれた。竜？うん、お姉ちゃん竜描いてくれた。また来る？おい、50円。今、うん、失礼いたします。
私がいただいてよろしいのでしょうか。そのためにわざわざ編集長に電話しちゃったんだ俺が。わざわざ恐れ入ります。分かってんのかお前。はい、感謝の言葉もございません。それが感謝してる顔かね。船みたいに愛想のない女だな。船？俺の琉球見てみろ。ほら、お前なんかよりよっぽど愛想がいいや。ひょっとして先生の小説に出てくる金魚のような娘は？ああ、こいつがモデルで。ああ、この金魚娘がまた読者には偉く受けてるそうじゃないか。中高年の男性を中心に人気絶大でございます。天才だな俺。拝読いたします。俺はもう退屈してる。あ？10年前青山のマンションを払ってこの島に帰ってきて、以来酒タバコんなきっぱり諦めて、俺はもう清らかな健康的な生活してる。毎日玄米食ってな、3時間歩いてっからな。見ろこの肌ツヤ。しかし暇で暇で実に。故に珍しいものがあるとちょいとばかり甘くなるっていうか、まあ多めに見てしまうわけだな。あの竜はお前が描いたのか？はい。砂浜の竜。ああ、はい。船の待ち時間が長かったものですから。絵を描いてたのか？大学時代から人形劇サークルに所属しておりまして、その舞台美術を全部自分で作っております。人形劇？はい。お前が？はい。原稿を読ませていただいてよろしいでしょうか？見せろ。はい。その人形劇、今度原稿を取りにしたついでにやってみせろ。そうもない、ただの素人芸でございます。バカ、俺にじゃない、島の子供たちのためにだ。ああ。娯楽に乏しい島だからね。引き受けてくれるんだったら今度お前を担当者にしてやってもいいぞ。本当は島の子供の娯楽事情など俺の知ったことではない。ただ織火の人形劇を見てみたかった。それではオスカー・ワイルド作幸福な王子、始まり始まり。ある町の空高く、柱の上に幸福な王子の像が立っていました。その姿はとても美しく、町中の人々が見とれてしまうほどでした。ある日、一羽のツバメがやってきました。パタ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 、どこか休める場所はないかな。おや、あそこは爽やかな風が吹いていてとてもいい寝床になりそうだぞ。町の外れに。それは見事な影絵による美しい劇であった。あら、ツバメさん、このうちにルビーを持ってきてくれたのね。これで薬とあったかいスープが買えるわ。
王子様、僕はもうすっかり弱ってしまいました。王子様とお別れです。ツバメは王子の唇にそっとキスをしました。そしてそのまま力尽き、王子の足元に落ちていってしまいました。その瞬間、パキンという音が町中に響き渡りました。王子の鉛の心臓が音を立てて壊れてしまったのです。ボロボロになった王子と死んだツバメを見て、町中の人々は言いました。なんと醜くて汚いみすぼらしい姿なんだ。失敗ってどこ？セリフです。セリフ？ツバメ越しのところでセリフを急ぎすぎてしまいました。久しぶりだったので焦ってしまいました。それで落ち込んでんのか？いえ、むしろ恥じております。それが恥じてるって顔か。どの辺が恥じてる？ありがとうございました。あ、いえ、この子がそりゃ喜んでおりますな。ありがとう。また見せてやってつかさいの。あ、いえ、あの、もうやれ。でもいいからやれ。やらいいんだもんな。どうぞよろしゅうに。鬼に飲み込まれてしまいました。一寸法師は鬼のお腹を針の刀で刺しました。とーもう一度つついてやる。えいえい。もうやめてくれって言っただろう。俺は織身を好ましく思い始めていた。そしてそのことに戸惑っていた。年寄りは人を嫌うことなら得意である。ひがみ合い、そねみ合い、それらは年寄りに残された唯一のゲームで、お互いこれで暇を潰せている節もある。故にそんなことには傷つかない。傷つくのはむしろ相手を好ましく思った時だ。手はもうさまざまな加減を忘れてしまっている。自信などとうになくし怯えている。
触れた瞬間にひどく後悔する。そして一刻も早く逃げ出すことを願うのだ。まずい、実にまずいことになった。ありがとうございました。ではゲラの方をまた後日。どう思う？はい、感想言えよ。たまにはとても素晴らしいと思います。どこが？まず金魚娘の存在感が際立っていますし、あと展開と構成も。お前の好きな作家誰だ？はい、3人挙げてみろ。カポーティ、チェーホフ、横光リーチでしょうか。それを読んで素晴らしいと言うお前が、本当にこれを読んで素晴らしいと思うのか。申し上げてよろしいのでしょうか。いえ、実は思っておりません。なんで嘘をつくんだ。仕事でございますので。バカにするな。言っとくわな、俺は全て分かってるんだよ。俺の書いたものが実に下劣で、何ら芸術的価値のない売文だったことも、そしてお前ら編集者が俺という作家を内心見下してるってこともな。お前なんか俺の本一冊も読んでねえんだろ。なめるんじゃねえよ、すべてお見通しだ、バカ野郎。お言葉ですが。なんだい。私は先生の作品をすべて拝読しております。なんだ、こげんすんのか。せっかくの機会ですので申し上げますと。ああ、僭越ながら先生の最高傑作は42歳の時にお書きになられた陰影と存じます。とはいえ当時の作品はどれも素晴らしいです。一見オーソドックスな官能小説でありながら、極めて上質な文体、叙情性とアイロニー、紛れもなく先生にしかお書きになれない小説世界でした。でもそれが突然劣化するのは島に引き込まれてからの作品群です。先生、私は先生を見下してはおりませんが、失望はしております。いや、もう腹が立って仕方がありません。あれほどの作家が何を怠けているのかと、真面目にやる気はあるのかと。確かに売文の山です。とりわけ女性の描写のひどいこと、特に金魚娘、あれはいただけません。赤いミニスカートと白い太ももの描写ばかりなのはまだよしとして、あまりに頭が空っぽ、あまりに男に都合が良すぎます。ああいうのはいわばメイドカフェのメイドと同じでございます。メイドカフェのメイド。はい、失礼ですが。メイドカフェってなんだ。37歳で直木賞を取った。今でもそれが代表作のように言われているが、折見の言う通り、作品として最も優れているのは42歳の時に書いた小説だ。
俺は分断のプレスリーとか呼ばれ、どこ行ってもよくモテた。毎晩銀座で遊んだものだ。タバコを火に三歩か吸い、浴びるほどの酒を飲んだ。そういう放蕩無頼な生き方を作家の使命のように思い込んでいた節もある。全てをやめたのは胃に腫瘍が見つかってからだ。切らないとわからないと言われ、一時は死さえ覚悟したが、結果は良性だった。だが俺にとってはそれで十分だった。一切の虚勢を捨てることにした。所詮気の小さい田舎者なんだ。島の暮らしが性に合う。けれど戦うことをやめたと同時に、俺の小説もまた形骸化したということなんだろう。俺は死に怯えながら死んだように生きている。だがその何が悪い。諦めていれば良いものを求めようとした時に苦しみが始まる。俺はもう何にも求めたくないのだ。やめさせるか、オリミを。あら、金魚娘が死んでしまいました。お前に酷評されたからな。殺してやった。それが最終回だ。なるほど。分かってんのかお前。お前のせいで死んだんだぞ金魚娘。結構なことです。先生はあのような娘を描き続けられている場合ではございません。お前な、なんか怖いものないのか。そうですね、死ぬのは怖いです。何言ってんだ、若くせしやがって。年は関係ありません。お前何が分かるんだ。ではこれで一応連載の方は終了とさせていただきます。早速ですが、単行本とした時の想定はいかがいたしましょうか。表紙デザインなど何かご希望はありますか。ない。ではまたこちらでいくつか考えてまいります。なんだそりゃ。ああ、これですか。魚拓です。魚拓。今日の浦島太郎の人形を魚拓の縮小コピーで作りました。実家にたくさんあるんです、父の趣味で。私もよく手伝わされました。大かこりゃ。
今日で人形劇も終わりですね。魚卓ね。魚卓にするか、金魚の。はい。小説の表紙だ。お前が取れ。まさか。ああ、あいつのだ。でも死んでしまいます。分かってるよ。でも可愛がっておられたのでは。だからなんだっちゅうんだ。お前父親に会ってんの見たっつったじゃないか。それは父が釣ってきたタイとかアジとかそういった。同じ魚だろ。いや、何かい。この世には死んでいい魚と死んじゃいけない魚があって、金魚は死んじゃいけない魚だとお前そう思ってんの。それで人間誰しも自分を金魚だと思いたい。タイやイワシのように死に値する存在じゃないと。え？だけどね、年取りはわかるよ。人生なんてな、かつて自分が金魚だった、それを魚卓にされるまでの物語だってことをな。実に意外でひどく残酷なんだよ。耐えきれるもんじゃないよ、そりゃ。私が金魚の魚卓を取れば、先生はは気がお済みになりますか。そうだね。わかりました。今から言うものを用意なさってください。よろしいですか。
急に来て何でもええけうまいもん食わせ言われてもの。こんなんでよかったかの。ひどく後悔していた。だがさらに強く食い入るべきであると知ったのはその後だ。俺は新しい連載の構想を練り始めていた。証拠りもなく担当を織見に指名しようと思っていた。あいつが表紙のデザインを見せに来た時に話をするつもりだったが、あれから何の音沙汰もなかった。おう、伊藤か、俺だ。久しぶりだな。これはこれは先生、ご無沙汰いたしております。ちょうど表紙のデザインが上がってきておりますので、近々そちらにお持ちたいんですが、ご都合の方は。織見はどうしたんだ。織見でございますか。私じゃいけないでしょうか。あれ、なんだ。じゃあ織見は尻尾巻いて逃げ出したのか。いえ、そういうわけでは。だってそうじゃないか。じゃあなんであいつは持ってこないんだよ。それがですね、実はその織見の方がちょっと入院をいたしまして。入院？はあ。なんで。実は織見が先生にはお伝えしないでほしいと。いえ、何なんだよ。いえ、ガンでございます。え？織見は2年前に一度手術しております。それが今回再発いたしました。金は何歩かかってもええけんやってくれ。早うやれ。ちょっとどうしたん先生。先生が金魚注文したいらしいんじゃが。金魚もしてあげなええやない。病院に送りつけ言うんじゃ。何があるんじゃ。元気な金魚見せたいだけや。ピンピンしたら殺してもしないようなやつをあいつに見せちゃるんだ。どうしたん先生。そうさせてくれや頼むから。なんかの織見さんが入院したそうなんじゃ。織見さんが見舞いに金魚送りたいらしいんじゃが、病院は生き物やら受け取らんじゃろ。そりゃ金魚やのうて先生が言ってあげんにゃ。花持っていきんさな。女はみんな花が好きじゃんけ。先生、
でしょう。お見舞いですか。どなた。織美さん。織美さん今いないですよ。いない。どちらに。さあ散歩にでも行ってるんじゃないですかね。ご無沙汰しております、先生。先生がそんな大きな花束を持ってかれこれ2時間も座っておられるせいで病院中の女が色めき立っております。無断で担当おりましたこと申し訳ございませんでした。ああ、想定含め単行本の出版までは弊社伊藤の方がつつがなく進めてまいると存じます。分かってる。よろしくお願いいたします。織美。はい。悪かったな。何のことでしょう。全てだ。気の進まない人形劇をやらせ、年寄りの愚痴を聞かせ、金魚を殺させ、編集者として俺という作家に関わらせたこと自体を悔やんでいる。俺はお前の病気のことには本当によく知ってるんだ。ストレスだな。ストレスが一番良くないんだよ。なんだ先生。ん？私を侮られては困ります。むしろ逆でございます。逆？2年前に手術をしてから私はこの世で一番孤独だと思っておりました。しかし先生は
私以上に寂しい方であられました。他人の不幸は蜜の味と申しますが、先生の無残な孤独ぶりだけが私の心の慰めでした。実は先生のところに初めて伺った時、伊藤の休養と申しましたが、あれは嘘です。ん？私が編集長に無理やり頼んだのです。誰よりも私の方が先生のことを理解して差し上げられるという妙な自信がありました。先生？ん？死を意識されたことはおありですか？その時、人間は果てしなく孤独です。でもその孤独こそが先生と私を強くつなげてくれる気がしていました。買ってきた。いるか？ありがたく頂戴いたします。先生。ん？私今モテている気分でございます。あながち気のせいでもないぞ。行く。はい。何も言うな。行け。オリミ、お前が持って生まれ、そしてお前なりに守り通すであろうその命の長さに俺が何の文句をつけられよう。心配するな。俺とて後に続くのにそんなに時間はかからんさ。
だがそれでももし叶うなら根性どこかでまた会おう。